trying to keep these bones inside my skin. But my body's in the hole my shadow digs. There's a struggle to maintain.申請が出ています。キューピッドを接続してください。通路の奥へ進んでください。おお、これは間が悪くて失礼した。待っていたよ、サム。すまない、驚かせてしまったようだな。こういう体質なんだ。あ、それはそこに置いてくれ。ありがとう。また会えなかった。心臓が止まっていたようだが。21分ごとに心停止。3分間でビーチに行き。
また蘇生する。1日に60回死んで60回生き返る。1日に60回死んだ家族を探してビーチを放浪する。それが私の1日、今の私の生き方だ。君の結び目からの帰還回数も記録的だが、私はビーチ訪問の記録保持者だ。218,549回。あのクレーターは私の心臓。分身で妻と子供だ。そう、私の心臓と同じ形だ。ハート型心筋症と言われたよ。医者にとても珍しいケースだと。レントゲン写真もある。私の心臓を見たいだろう。いや、見るべきだ。先天的なものじゃない。妻と娘、家族を失い途方に暮れていた私はある考えにとらわれた。ビーチの存在は確かだった。家族はそこにいる。だから心臓を3分だけ止めてビーチで彼女たちを探したんだ。来る日も来る日も来る日も。別れを告げるために？いや、そうじゃない。ビーチは個人によって異なると言われている。つまりあの世も個人によって異なるかもしれない。私はそれが怖い。あの世で一人はごめんだ。ビーチで家族を探し、彼らと共に一緒のあの世に行きたかったのだ。死ぬつもりで？死んで再び家族が一緒になれるなら本望だ。そうやって心停止を繰り返している間に私の心臓はこんな風になってしまったんだ。いつの頃からかこう呼ばれるようになった。ビーチ研究家のハートマン。よろしく、ハートマンだ。お、うん、ネクローシスしない死体か。腐敗もネクローシスもせず生きているように動いていた。完璧なミイラ、絶対死体とでも呼ぶべきか。あ、どうした？他にも持ってきたものがあるだろう。あ、あった、これだ。まさかまたデッドモン。これはへその緒最大だな。太さと形状から見ると人のものか。だが通常の胎盤と胎児をつなぐものではないようだ。 BT の最大に似ているかも。そう、ママのものか。そうか、うん、ネクローシスしない死体と、これはビーチとつながる最大だ。君は素晴らしいものを届けてくれたな。久しぶりに私のハートに火をつけてくれた。あと5分で進展します。ああ、全く世話しなくてすまない。かけてくれ。ビーチにいるはずの妻と子を探しにビーチに行ってくる。一人に一つのビーチ、個人に属している。だが私は違う。他人のビーチにもつながっている。バイパス手術をした心臓のようなものだ。この変形した心臓がそれを可能にしてくれているのかもしれん。だからいつかは家族がいるビーチを見つけられるはず。しかしこれだけ探索してもまだわからないことばかりだ。まだまだ。進展士まであと3分です。あの戦場、君が巻き込まれたとされる永遠の戦場。100年以上も前の世界大戦の兵士がビーチで循環しているのはなぜか。普通は死者の魂はビーチにはとどまらない。ビーチは死の世界への通路、通過点でしかないからな。
しかしこの世への強烈な未練やこの世とつながりたいという強い思い、こういった感情があんな集団で共有されているビーチを作ることがある。同時に大量に死んだ人たちのビーチ。クリフォード・アンガー、彼の無念や憎悪が何らかのきっかけでそのビビーを触媒としてこの世に永遠の戦場を呼び込んだ。あと2分です。まもなく新停止が来ます。安全が確保できる位置についてください。あくまでも仮説の一つだよ。それでヒッグスが彼らを操っているのか。安定した体勢を取ってください。わからない。ただヒッグスが彼らを呼び寄せた可能性は高い。あと1分です。どこかに捕まってください。ああ、ところでお願いしたいことがあるんだが。ラボのセキュリティをロックします。3分だけ席を外す。くつろいでいてくれ。ビーチは0時間だが結び目は違う。行って帰るのにこちらの時間で3分かかるんだ。続きは帰ってきてからだ。またダメだった。
訪問218,550回目。あ、すまなかった、話の途中だったな。21分サイクルには慣れてはいるんだが、さすがに初対面だと要点が長くなって収まらないこともある。そのサイクルで不自由なことはある、けどない。私はもう慣れてしまったから大抵のことは困らない。排泄、シャワー、食事、生きていくのに必要な行為はほとんど21分もあれば済む。睡眠だけは少し厄介だが。ああ、セックスや喧嘩はどうかな。まあ、私は一人だからそれらの心配をすることもない。まあ、サム、読書は？ああ、音楽は？映画は？私は退屈していない。ここには短編映画もテレビドラマも素晴らしい短編小説も、ああ音楽も21分で完結できるものを集めている。もちろん全て DS 以前のものだが。しかし私にとってここでの21分間は待ち時間でしかないんだ。ビーチに家族を探しに行けるまでの。体はここにあるが魂はビーチにある。死んでいるのだよ。気持ちはわかる。俺も事故で家族を亡くした。驚いたな、君から自分のことを話すなんて。君の境遇は資料で読ませてもらったよ。君が家族を亡くしたように私も。あの時私は心臓手術を受けていた。近隣の都市の ICU だ。私の術後の経過を確認して、妻と娘は荷物を取りに一度うちに戻ったところだった。そこで家族はボイドアウトに。病院がある町までには被害は及ばなかったが、衝撃波で停電が起きて人工心肺も停止した。気がつくと私はビーチにいた。二つのボイドアウトで死んだ人たちだった。すいません、何があったんですか？私はそこで妻と娘を見かけたんだ。待ってくれ、私だ。置いていかないでくれ。待て。一人にしないでくれ。行くな、頼む、行かないでくれ。ICU の予備電源が発動して、私は除細動器に呼び戻された。心停止していた時間、それが21分間だった。あれが家族を見た最後だ。この心臓のおかげで私は家族とはぐれた。そしてこの心臓のおかげでまた家族と再会できるかもしれない。それが私、ハートマンなんだよ。あれからビーチを共有できるようになった。
私はビーチに行き、家族の足跡をたどる。疲れたら、ここに戻り、ビーチの検証を続ける。いくら心臓が止まろうが、この痛みは消えない。あ、君の家族の写真は？そうか。あと5分で進展します。ビーチに行く前に要件を聞いておきたい。ああ、うん。そうしよう。このエリアではプレッパーズのシェルターに第一次遠征隊の研究員が駐在して、デスストランディング以前の痕跡を研究している。以前の痕跡？つまり古代の地層や長い地球の記憶がデスストランディングを免れて奇跡的に残っているというわけだ。科学スタッフたちは私と同じ第一次遠征隊のメンバーだ。彼らのシェルターにカイラル通信をつないでほしい。この一帯を DS 研究の拠点にしよう、そう発案したのはアメリだ。世界中どこを探してもこの一帯でしか恐竜が絶滅した白亜紀末の化石は発見されていないんだ。世界最後の恐竜が生息していたのはこの辺りだけだと考えられる。つまりここには絶滅期の記憶が眠っている。それがデスストランディング回避のヒントになるはずだ。先発隊のアメリはそう言って、後に続く私や科学スタッフをこの地に残してくれた。過去をつなげば今がわかる。未来を作ることもできる。彼女は私たちにそう言い残して西に向かった。あと3分です。あん、うるさいな、見落としておこう。だがその後、エッジノットシティの手前にあったタールベルトの活動が激しくなった。地上に溢れ出した大量のタールに多くの仲間やカイラル通信の拠点が飲み込まれてしまったんだ。あれは全く予想できない事態だった。これもヒッグスの仕業？わからんが、西への中継ステーションがなくなった。このままではカイラル通信を西につなげることはできない。代わりの通信拠点を建設しなければならない。だが他のノットシティにあるような大規模な装置を用意することはできなかった。だからそこを代替の結び目に使う。サム、君は科学スタッフをキューピッドでつなぎ、アメリのところまで行ってくれ。そうすれば私は DS 解明の研究に専念できる。サム、ハートマンは大丈夫だ。エアマットフロアが衝撃を吸収する。ドアロックも解除しておこう。サム、聞いての通りだ。依頼を受注してほしい。このエリアの最終目的は、タールに沈んだ中継ステーションの代替施設を設置することだ。まずは我々の科学スタッフが常駐するシェルターにカイラル通信をつなぐ。アメリの状況は今のところ何もわからない。ヒッグスの動きもだ。気がかりなのは君も我々も同じだ。だが今はこのエリアをつないで、その先のエッジノットシティに向かうしかない。
まず地質学者と古生物学者のところをつなぐ。エボデボ学者には古生物学者のところから君に運んでもらうものがあるようなんだ。そこで荷物を受け取ってからエボデボ学者のところへ行ってくれ。3箇所すべてつないだらここへ戻ってくるんだ。代替施設を設置するのに必要な荷物を渡す。地質学者は化石を調査して過去にあった絶滅期に関する研究をしている。要は地層の発掘をしてるんだが、この地質学者にカイラル汚染の初期症状の疑いがある。どういうわけか発掘中にカイラル線を大量に浴びたらしい。周囲のカイラル物質を除去しないと調査も止まったままだ。彼の症状も回復しない。彼にカイラル物質除去剤を届けてくれ。地質学者が発掘していたのは白亜紀末の地層だ。そう、この頃はそれまで栄えていた恐竜が絶滅し、小型の哺乳類が生き延びた大絶滅期だった。それはビッグファイブと呼ばれる過去の地球を襲った大量絶滅のうちの一つなんだ。彼はその地層ですごいものを発掘したらしい。なんだと思う？ビーチの化石だ。本当にビーチの化石であれば、これは途方もない大発見だ。そこでサム、彼が発掘調査を続けられるようカイラル物質除去剤を届けてくれ。それからもう一つ、古生物学者に反物質爆弾を運んでほしい。彼はうちのメンバーで化石の発掘をしている。タールに汚染された地層を発掘調査するために反物質爆弾がどうしても必要だということらしい。君はもう分かっていると思うが、運搬用のケースが破損してしまえばそれで一巻の終わりだ。いつも以上に荷物の取り扱いには気をつけてくれ。ヒートユニット、携帯式の暖房器具だ。特に雪山のような寒冷地では重宝するだろうな。サム、分かっているとは思うが、その反物質爆弾は強い衝撃や車両フローターの激しい揺れには到底耐えられない。警告音に気を配り慎重に運ぶんだ。
収されました。